では予報センターから台風19号および20号の情報をお伝えします。現在日本の南海上かなり離れていますが、台風が2つ発生しています。まずこちらフィリピンの東の海上、はるか東の海上にありますのが台風19号、そしてこちらが昨日発生した台風20号の雲の塊となっています。まず台風19号の予想進路です。台風19号30日3時現在フィリピンの東の海上で強い勢力となっています。進行速度は1時間に15キロの速さで西向き、今後も西寄りに進みまして、明日31日土曜日には非常に強い勢力に到達する予想となっています。さらにその後も台風はフィリピン方面に進みまして、2日月曜日にはルソン島付近、そして3日以降に南シナ海に入って次第に弱まる見通しです。日本への直接の影響はありませんが、フィリピン方面では十分な注意が必要な状況となっています。続いて台風20号の情報です。30日3時現在カロリン諸島付近にあって、1時間に20キロの速さで北北西に進んでいます。この方面海水温度が高いため、今後も発達を続ける予想となっています。31日から1日にかけて台風が強まりまして、強い勢力、さらに3日頃には非常に強い勢力へと発達をしていく予想となっています。でまた3日以降なんですけれども、台風の動きがかなり遅くなる可能性があります。台風20号に関しては今後の動向次第では南西諸島に影響が出る可能性もありますので、引き続き最新の情報にご注意ください。以上、台風19号および20号の情報をお伝えしました。